待ってました待ってました。大正の大将軍義信は在位わずか1年にして時の情勢を察し、ついに大政奉還。これは日本史上空前の政治改革でございます。我ここに深く思うところありと、断然政権を朝廷に返し、将来国内の事務は広く祝儀を尽くし、朝廷の祭壇を仰ぐ。もってことに従わば、上は天理の死闘へ、下は民意の浮かぶところを定め、海外に対しては永久の交わりを保つべし。慶応3年10月14日、京二条城二の丸御殿大広間、在京の重臣、老中板倉伊賀の上勝樹を京都守護職松平片森諸子大、松平定明など、一同を前に義信の声が朗々と響き渡り、朝貢一席。義信は雄弁にして天性の美声の持ち主であったと言われております。ことは天下の一大事、芝吹一つなし、水を訴える。もちろんですね、ヤジなど飛ばす人、誰一人とおりません。嵐の前の静けさと申しましょうか、あまりの熱弁に事の重大さにもかかわらず、反論の言葉すら出なかったと申します。上様、お立ち。古城の声に義信は占領役者が花道を去るがごと、大広間を後にいたしました。義信が一世一代をかけた大勝負、大政奉還。これは言葉通り政権を返上するというものではなく、一旦政権を返上し、その後で民主的な議会制度を取り入れ、新体制のリーダーとして再び義信が実権を握ろうというしたたかな構想、目論みでございました。しかし思惑通りには参りません。朝廷はチャンス到来、よし今だ、今でしょう。法政府の天皇令を発令、直ちに京都御所内御所において御前会議、ここで義信の処分が決定。時間の地、官位剥奪、領地没収という最悪のシナリオとなります。ここに映画を誇った徳川幕府は瓦解、代わって朝廷は新政府を樹立。その面々を見てあれば、なんとなんと倒幕派一色で、義信や幕臣の入り込む余地など全くございませんでした。これらは岩倉具視を旗頭に、薩長などの倒幕派が朝廷を巻き込んだ画策によるものであったと言われております。菊は栄えて葵は枯れる、西に靴輪の音がする。さあ、蚊帳の外に放り出され、徳川一門は怒り心頭、向かうは京都郊外鳥羽伏見、ここで新政府軍と衝突。幕府か薩長か、薩長か幕府かと、政権争いの攻防は収まるところを知らず、京の都から江戸、そして関東から会津、奥州へと燃え広がり、東北地方までをも戦乱に巻き込み、新政府軍は連戦連勝。幕府最後の砦で函館五稜郭の陥落をもって、1年5ヶ月に及んだ内戦、戊辰戦争に幕を閉じたわけでございます。英明高く家康公の最大かと謳われました義信公でございましたが、将軍としては一度として江戸城に入ることなく、城明け渡しを決意。上野東映山歓迎寺大寺院に強人秩序。花もまた哀れと思え大方の、春を春と申し知らぬ我が身。
これは慶喜の胸中を側近が詠んだ歌と言われております。しかし内心では依然として薩長への反発心を募らせておりました。側近で幕末三州の一人、高橋禮秀こと高橋伊勢守正明、慶喜が心迷いをしているのではと。上様のご陣中が動揺いたすとは。さて、いまだ戦いを始めようとする主戦論者に口説かれ惑わされ、強靭の大義を忘れなされたのではあるまいか。伊勢の神に座り、夜陰に紛れて何事があったの。ただ、ご機嫌伺いにまかり出ました。そうか、入れ。いまだ内部には主戦論者多く、もしこの際また戦でも始まらば、フランスのナポレオン三世皇帝はいつ、いかなる時にも日本大軍のために、徳川のために鉄砲、砲弾、軍艦などの武器の類を供給いたす。このことを進めているとお聞きいたしましたが、耳に達しておりましょうか。伊勢の神よ、言葉がすぎる。それに似た話もあったと聞く。しかし官軍に抵抗すればそれはすなわち謀反にござりましょう。薩長の軍を官軍と見るやいな。それはその人々の見解によるであろう。伊勢の神よ、慶喜はそれほどの愚か者ではないつもりでいる。外国の英知を借りてまで薩摩長州に対して加藤などとは考えてはおらん。それでは明朝水戸表のご退任のぎご延期願われたびを承っておりますが、時の都合もあれ来たのだ。薩摩長州彼らこそ政権を欲しいがままにせんとする者どもではあるまいか。政権を奉還、相続を返上、征夷大将軍の位を返し、今は裸身の徳川慶喜になったのだ。江戸城から鉄砲を放つことがあっても京都の近隣に向かって放つのではない。江戸城を取り巻いている薩摩長州に対してこの裸身となった慶喜が物言わんとするのだ。江戸城明け渡しを勝海舟に委ねた慶喜は、江戸の町がまだ寝静まっている後の刻午前2時、水戸へ移るべくわずかばかりのお供を連れて水戸街道は朝霧立ち込める千住大橋へと差し掛かってまいりました。木綿の羽織に小倉の袴、朝浦の草履という質素な出で立ちです。上野か浅草か、かすかに聞こえる明け陸の鐘、橋の南爪には別れを惜しむ大勢のお見送りの人々でごった返しておりました。上様、お名残惜しゅうございます。狛江村の公爵士若林閣にござります。上様おはようございます。世田谷の三味線引き川島に百姓の権力にございます。名もなき者にございます。
ままを江戸庶民の悲しみは例えようもなし。この人書きを書き分けて、上様を山岡鉄太郎か。上様、ここ千住大橋は江戸の地の最果てにございます。橋の南詰から北詰までわずかではござりまする。徳川の歴史を思うてしっかりとおみ足をお運びくださいませ。そのご一歩が江戸の地の最果てにござります。言うにはおよ、思えば天正18年8月1日神君家康公江戸城に入り玉井幕府を開き、平和4年4月11日この吉野江戸の地を退く。その間月日は流れて264年、いや思うまい思うまい、我らはいたずらに過去を嘆くものではない。これからは世界に誇れる日本の国として、今差し昇る朝日とともに新しく生まれいずる日本の前途を祝いたい。天気晴朗の今日この一日は長く江戸庶民の記憶に残ることである。江戸の地を、江戸の人々に、さらばじゃ。将軍江戸を去るの一席でございます。